そうだよ。どうぞ、もしじゃあ次甲子園来たら誰がふざけるか。ふざける、いやもう後ろしかないし、後ろもう責任を取って後ろ、ね、なんかなんか気持ちを差し上げて、よわぁ、学王出ました。まあ操作しただろう、後ろスイッチを押す前に。さっきしてたよ、スイッチを押す前に、ね、コロシアムは出ないようにしてた。さっきしてたいやでも文句はないよ、もういいよ、もうお腹いっぱいだ。チンギは出る可能性はあったから、チンギはいいよ、チンギは最悪なんとかチンギ。ふざける後ろ見たかったな、カラオケでマラカス振り回す後ろ見たかったな俺。カシャカシャカシャカさ、もうシャカシャカチキンです。うん、見たかったな俺は。なんか今日ラグすごいんだよな。バージョン古いからかな、もう。まあ、いっちゃうね。なんかこの時回線遅いんだよな。シジュジュジュです。嘘だね。大好きです。意義あり。意義あり。なんで？もうやってんじゃん。意義あり。え、なになになに、ちょっと待って。いや、俺と手術師だ。意義あり。二人いるぞ、手術師が。あとは？意義あり。とりあえず占い師が何？これだ。だけ？うん、お前そっから出てくるの。愛好がいないなら俺だけかな。俺もお前もか。俺市民、はい、ああ俺も市民だ。ウィ222の対抗パターンか。うーん、後ろはこれからすると敵だけど、狐説、狐説は考えるぐらいだったらポンチョ龍炎かな。いいよ、俺ずっと狙われてて話聞いてなかったんだけど。一応言っとく、まあ、全員被ってるよ、占いが俺と後ろって言ってて、手術がポンチョ龍炎って言ってて、市民がバイナスって言ってる。はいはいはい、じゃあ占いの結果だね。まあ占い字を聞かせてくださいよ。あ、おい、パンチローは人間だよ。ほら、なーに、こいつやれって、もうずっと打ってくんだよこいつも。巨人か、じゃあどうだろう。一応バイザエ人間。あ、はい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 、まあ、あんま動けんしな、これって。そうね。でも、スカットもぶつかってんな、だからそう、占いと手術ですよ。お互いにもうやるしかなくなるよな。俺と夏はまだ2人とも可能性もあるから、まあ、もしかしたら、そうね、そこに狐が挟まってる可能性もあるけどな。それはめんどくさい。一旦まずまず。いやぁ。龍炎殺せばいいんだよ、とりあえず。とりあえずバイザーで俺一旦ここでステージ。まあ、まず俺の方が下手に動かない方がいい。そうね、そうね。俺はそうだ。回収どうなんだ。いやいやいや、もうやだやだ、もう龍炎がもう狙ってくるんご。バーチョル、バーチョル開始。痛い痛くない、痛くない。当たってないよ。年生きてんのかな、死んだかな。占い師もね、そこや、まあ大事だからね。ちょっと死んだから、わからんな。ゴリラだけ始末して。うわ、びっくりした。うお、デブが浮いてる。どうだ、ピストがいないんだもんな。空飛ぶデブだ。いない。そうだ、下から見ちゃうよ。人間うわぁ、肉がすごい。あかねるなぁ。あ、なんか汗が落ちてきてんだけど、やばいよ。汗のデリバリーでーす。うわぁ、うまいっつ。気持ち悪い。うまいっす。お前これちょっと汗めっちゃかかってる。これどうしてくれんのこれ。汗マシマシです。どうしてこのピザもびしょびしょじゃないのこれ。どうしてくれんのこれ。トッピングされましたよね、ご注文で。捨てねえよお前。いらねえよお前。ちょっと聞いたんですけど、金返せよお前。店長にちょっと多めに汗出しといてって言われて頼まれてきたんですけど。お宅の店どうなってんのよ。ちょっと違うんですか、ピザみたいな体型して。あ、ちょっと危ねえ。ちょっとうひょー、やべえ、夏が狂った。ちゃばんちゃやめなさいよ。ピザみたいな体型ってなんだ。わけがわからない、ピザみたいな体型。ピザみたいな体型をちょっと紹介してもらえないと。え、バイセイ死んじゃったの。バイセイ生きてると思う。龍炎とポンチはどうなったの。あとゴリラも生きてます。俺生きてます。龍炎多分その辺に、はい、バイザーと一緒にイチャイチャしてるんじゃない。イチャイチャしてたよな。いや、俺は生きてるけど龍炎は夏にぶっ刺されてる。せやぞ。あいつはデリバリーするだけして死んでしまったい。わお、おし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 。ああ。
てかポンチャが強靭か。そうだよ、そうだよ。あれゴリラいつまで死んでんの。そうだな、俺はちょっとね、不意を突かれました。いや、なんかね、階段の踊り場で歩いてるやつがいたんだよ。不意を突かれましたじゃねえよ。たく、何してんだよ。拮抗しちゃうとキツネが持ってっちゃうね。そうだね。そう、ね。そう、うん、何が足のウバイズなんて。お前が言ってきたんだろ、汗がなんかすごいみたいな。いや、なんかポタポタしてなっちゃったら、あ、そのデリバリーですって言うから、そんなウーバーイーツしかないよ。そう、なんで俺は両生はでしょ。出前かってウーバーイーツちょっと迷ったんだけどな。なんでんげんな。ピザみたいな体型って何だったのいや、ピザみたいにこうまん丸な体型。ピザみたいな体型だけわけわけない。ピザみたいに、カービィペラプラン、ペラプランだよ。